空の大怪獣ラドンは1956年12月26日に公開された東方製作の怪獣映画。カラー、スタンダード、82分。キャッチコピーは空飛ぶ戦艦か。火口より生まれ地球を蹂躙するグレンの怪獣ラドン。同時上映は眠り教師ローブライビカへ。同作品と共に新宿駒東方のコケラ落とし上映作品でもある。 初のカラー東稿怪獣映画である。正月向け工業の特撮作品としては透明人間以来である。原作者の黒沼健は日本におけるオカルトライターの草分けでもあり、本作でも自衛隊機が国籍不明機を追跡する場面では、アメリカの有名な UFO 事件のマンテル隊事件がヒントにされている。1954年版ゴジラでのゴジラが台風と共にやってきたように、 本作品でのラドンは、炭鉱の落盤事故と共にやってくる。心配する家族の様子は、当時のニュース映像そのままであり、目撃者が、ショックで記憶を失っているのは、事故被害者の一酸化炭素中毒後遺症を思わせる。一方、炭鉱に人を襲う小型怪獣が出現し、炭鉱の多くに、ヒ素蝶のような怪獣がいるという展開は、宇ながみひでおによる、脚本、ゴジラの花嫁 にも見られるものであった。ラドンが衝撃波で破壊する再開橋は、本作品の劇場公開の前年に完成したばかりだった。劇場公開後、再開橋や祖山を訪れる観光客は明瞭に増えたとのことで、以後の怪獣映画のロケ地として、完成間もない注目の新ランドマークが、宣伝も兼ねて怪獣に破壊される伝統の先駆けとなった。そのうち、 再開橋のミニチュアは赤く塗装されていたが、本番前になって実物が銀色であることが判明したため、スタッフは徹夜でこれを銀色に塗り直したそうである。また、ラドンが福岡市天神地区を火の海にするシーンで破壊される、有名デパート岩田屋のマークは、噴水の水流三本を異常化したものだが、あたかもラドンを異常化したように見え、自社を破壊した怪獣をマークにしている。 デパートと評判になった。怪獣に壊される建物は、現実の所有者に、追う加害を立てると非承諾となることが多いが、本作では、壊されることで有名になると現実の所有者が、喜んで、映画の中で破壊される現実に存在する、建物の承諾をした、町おこし映画の側面もあるという点が、DVD のコメンタリーで言及されている。登場人物の一人。 平田昭彦演じる古生物学者、柏木久一郎博士は、劇中では単に、博士と呼ばれるだけで、名前が明かされず、劇場公開当時は、劇場販売プログラムの配役欄か、黒沼剣の原作小説、ラドンの誕生を読まなければ、登場人物名を確認できなかった。本作品には、ラドンの卵の大きさや体重などを推定するために、 コンピューターを利用する場面が見られるが、日本の怪獣映画や SF 映画にこうした電子機器を導入する場面が出てくるのは、これが初めてである。また、劇中でのコンピューターの故障が電子計算機だったの対し、原作小説ではサイバネティックスという、当時としては先鋭的な名称が設定されていた。原作小説の書出は少年雑誌、 中学生の友1956年10月号の別冊付録。同小説は機関誌、幻想文学第39号の特集大怪獣文学館にも再録されている。1976年12月18日に東方名作シリーズ第5弾日劇東方映画傑作戦、つぶらや英治夢の世界として ゴジラ、モスラと共にニュープリント版が日本劇場で上映された。炭鉱技師の河村ショゲルは麻生付近の炭鉱に勤務していた。ある日、行動内で原因不明の出水事故が発生。それに続いて炭鉱夫らが水中に引き込まれ残殺死体となって発見される事件が相次ぐ。当初は河村の友人で行方不明の炭鉱夫と、 ゴロが犯人と目されていたが、まるで日本刀で切られたかのような被害者の傷跡に、警察や観察医も首をかしげるばかりだった。やがて出現した真犯人は、体長2メートルを超える巨大な古代トンボの幼虫、メガヌロンだった。村に出現したメガヌロンに、警官のピストルでは、歯が立たず、河村は、警察が要請した自衛隊と共に、メガヌロンが逃げ込んだ行動に入る。 機関銃によって一旦は怪物を追い詰めるが、発砲の衝撃で落盤が発生、巻き込まれた川村は、行動内に姿を消してしまう。やがて阿蘇では、地震が発生、阿蘇山噴火の前兆化と、付近一帯は、騒然となる。だが、地震によってできた陥没口で調査団が発見した、ものは、落盤事故から奇跡的に生還したものの、記憶喪失となっていた川村であった。 時を同じくして航空自衛隊司令部に国籍不明の超音速飛行物体が報告された。確認に向かった自衛隊の戦闘機を叩き落とした飛行物体はさらに東アジア各地にも出現各国の航空業界を混乱に陥れていた。一方、阿蘇高原では家畜の失踪が相次ぎ散策していたカップルが行方不明になる事件が起きる。 若い恋人の心中かと思われていたが、彼らが残したカメラのフィルムには鳥の翼のような謎の影が映っていた。入院していた河村の記憶は戻らないままだったが、恋人、清の飼っていた文鳥の卵の孵化を見たことをきっかけに失われていた恐ろしい記憶が蘇る。落盤で行動の奥に閉じ込められた、彼が見たものは地底の大空洞で卵から孵化し、 メガヌロンをついばむ巨大な生物だった。柏木久一郎博士の調査団に同行して、阿蘇に赴いた川村の眼前で、古代翼流の大怪獣ラドンが飛び立つ。知らせを受けて発信した自衛隊の海マイナス86海セーバー戦闘機の追撃を受け、ラドンは佐世保の再海橋付近に一時は墜落したが再び飛び立ち、福岡を襲撃した。 自衛隊の特殊部隊が応戦するものの、さらにもう一頭が出現して、街を破壊。二頭のラドンは、いずこともなく、姿を消す。生物の基礎本能で、阿蘇に戻るのではないかという柏木博士の予測通り、ラドンは、阿蘇河口の大空洞に潜んでいるのが発見される。火山研究所が、阿蘇山大噴火の誘発を警告する中、住民の避難が進められ、 自衛隊の攻撃準備が進む。自衛隊警察民間、東方特撮映画前詞での田中智之と小松佐京の対談によると、本作の検討台本には黒沢明も助言したといい、黒沢の意見は、等身大のメガノロンと巨大なラドンとの大きさの対比、や、季節感など、細かい部分でかなり脚本に取り入れられたという。設定では、 阿蘇地方の炭鉱からラドンが生まれるが、活火山である阿蘇周辺に炭鉱は存在しないため、ロケは長崎県北松浦郡鹿町町の日鉄工業化成炭鉱で行われた。物語冒頭で事務所前に集合した甲府たちは、同炭鉱の甲府がエキストラとして退去出演したものである。自衛隊機がラドンを追うシーンで、ラドン追撃制御として使用された曲は、 本作の音楽を担当した、伊福部明が初めて映画音楽を手掛けた作品、銀霊の果てのメインタイトルのモチーフを使用したものである。この曲は、後の東方特撮未使用フィルム大全集のサウンドトラック、オスティナートにて再演奏された音源が、ゴジラ VS キングギドラで自衛隊の F-15 戦闘機がキングギドラを追うシーンに流用された。 撮影風景ラドンに破壊されて崩落するビル内で人が逃げているシーンは鏡をミニチュアのビルの中に置き人物を映すという古典的な方法で撮影されておりマルダイハンバーグの巨人の CM などでも使われていたが1996年に公開されたガメラにレギオン襲来ではオマージュ的意味合いも込めてこの方法が採用されているラストシーンの阿蘇山は200坪 高さ10メートルのオープンセットが建てられ、製鉄会社から、溶鉱炉の窯を借りて、溶鉄を溶岩に見立てて、リアルな噴火のメカニズムを再現している。当初、噴火する阿蘇山上空を2匹のラドンがこう描いたまま、飛ぶシーンで終わる予定だった。だが、溶鉄を溶岩に見立てたために撮影現場は高熱に、包まれ、その熱は、本番中にラドンを釣っていたピアノ線を焼き切ってしまい。 送演不能になった。特技監督のつぶらや英二は、送演スタッフのアドリブだと思ったため、撮影のありかはさだまさらに、まだキャメラを止めるな、と叫んで撮影を続けさせた。結果的に、本当に力尽きたかのように見えるラストシーンとなった、このアクシデントについて、ピアノ線が切れたのを見たつぶらやが、この状態なら、本当に、 ラドンが苦しんで見えるはずだと瞬時に判断し、中断しかけた撮影を続行させたというのは、厳密には間違いである。本田もつぶらやも、この2頭のラドンは、オスとメスのつがいであるとコメントしている。西海橋のセットは、580平方メートルのプール上に、約16メートルの位置、20サイズで作られた。博多の街のセットは、美術助手の井上康幸らが実際に、 博多を歩き、歩幅や敷石の枚数などを記録して図面を起こした。ラドンが起こす突風は飛行機のエンジンを改造した扇風機によって表現された。突風で吹き飛ぶ屋根瓦はボール紙を用いてミニチュアの屋根に乗せている。西海橋や岩田屋のシーンでは、 ラドンの着ぐるみを内部の中島春夫元ピアノ戦で吊り下げるという危険なワイヤーアクションで撮影されており映画界での仕様としては最初期とみられるまたピアノ戦による操作で画期的と評されたのが自衛隊機の表現であるゴジラでは黒い幕を背景にして固定された状態のミニチュアから火薬を仕込んだロケット弾を発射させていたが本作では 真昼の青空を背景にして、ピアノ線で操作されたミニチュア機から、ロケット弾が発射されていた。このようなミニチュアを飛ばしながら発砲させるという表現は、発砲時の反動でミニチュアが揺れてしまうというアクシデントを起こしやすいが、それを最小限に抑えるために、つぶらやはミニチュアの機種部、左右の主翼付け根、翼端、ビブなど、複数箇所に様々な角度から、 ピアノ線を張って操作するという、より高度かつ複雑な技術を考案して、撮影に臨んだ。この優れたピアノ線操作が、自衛隊機が、西海橋のアーチの下をくぐり抜けるという名場面を、生むことにもなる。ラドンと空中線を繰り広げる回マイナス86、回セイバーの撮影には、ミニチュアだけでなく実物大モデルも用いられている。つぶらの要望により特殊美術の入江義夫が、 実機の資料と写真から図面を起こしたが、キャノピーの透明部分は当時の技術では制作できず、アメリカ空軍から本物のパーツを借用している。入江は実物ゆえに芝居部分に迫力が出たと評しているが、透明部分がブルーバック合成で抜きにくくなるなどの苦労もあった。オネストジョン搭載車両のミニチュアは当時多忙であった軍事模型に変わり、山田模型社が制作したが、 木星ゆえにミサイル発射時の火薬で燃えてしまうというトラブルが発生している。特殊美術の入江義雄はこのトラブルをきっかけに火を用いる撮影には金属製のミニチュアでなければならないと考え、それ以降は軍事模型製の金属モデルを多用するようになった。海外版ポスター英語タイトルはロダンザ・フライングモンスター。 1957年8月からアメリカ合衆国で順次公開された。本作の海外版も当時の東方特撮作品の例に漏れず、原版からかなりの改変が行われている。主な点は以下の通り。この他、細かいシーンのカットや地名の変更がなされている。1972年頃には本作を編集した 8mm フィルム、絵本付けそのシート、 マフハ怪獣ラドンが発売された。それは本編の短縮でナレーションがあるが一部セリフと悲鳴と鳴き声がカブサリラドンの襲撃シーンではゴジラの音楽を流用している。原作者である黒沼健によりラドンの誕生という題で少年向け雑誌用に小説化されている。ただしこれが脚本の原型となった原作なのか。 原作を小説としてアレンジしたものかは明らかになっていない。大筋は映画と共通するがラストが異なり、ラドンは海底に潜んでいるところを新開発された冷凍爆弾により冷凍され、その後に爆破されて退治されている。ありがとうございます。